はい、ケンジ先生の独りよがりのベトナム語講座、おかげさまで無事日本に帰ってまいりました。4日間のベトナム出張を経て、すっかりネイティブのベトナム語を喋れるようになったケンジ先生です。始まるよ。では今日はその成果をね、皆様に見ていただこうと思いまして、ちょっと私の素晴らしいベトナム語を聞いてもらいたいと思います。で、前回に引き続き文明の力ポケトークを使って検証してみたいと思います。シンチャオ、こんにちは。うん、正解ね。これだけはね、大体どこ行っても通じてました。みんなニコッと笑ってシンチャオってね、大体答え返してくれてました。では次はカモン、ご飯です。ご飯です。もう一回カモン、ご飯です。ですやっぱりね、ね、お腹が空いてます。もう一度ハンカオジーホースです。ホースです。わけわからんな。じゃあ次ね。